藤原コレフサは、平安時代中期から後期にかけての公家、清孫寺流の農書家。県大納言、藤原高勢の孫で、三位、藤原行綱の長男。かには、正二位、県中納言。愛子本万葉集、御須坂長末の長久四年中五位下に助爵し、御礼税庁の監督二年時中に任ぜられる。後、左納言を経て、 天行四年後位べと、天行六年右小便ついで左小便に任せられ、天皇の身近に仕える。自略元年検査中弁に昇格すると、自略二年十四位下、自略三年二月二十四以上、同年四月には、正四位下と五霊勢長末にかけて、急速に昇進した。五三条庁に入っても、延急元年ら人頭検査中弁と養殖を務め、 延級4年生4位以上、三義県右大弁に助任されて苦行に列す。白川朝でも、犠牲官として、左右大弁を検体する傍ら、延級5年中3位、上法2年生3位、上法4年中2位と昇進して、上略4年県中名言に任じられ、英法2年には、正2位に至った。堀川朝の漢字2年打罪言の措置を兼ねて、打罪府に赴任する。 漢字八年打材言の措置の職権を利用して、領と地貿益を行ったことを咎められ、十二位に降格の上、県中納言県打材言の措置の官職を説かれた。過保三年八月に、正二位への福井が許されたが、病気のため九月十六日に出家し、同日に没した。去年六十七、以後、世尊寺事件は四代続けて苦行に上ることができず、訓練としては、 苦難の時代を迎えることになる。白川天皇に仕えた献身として、大江正房、藤原た房と共に、前の三房と並び称された。直線家人として、五州岩家集以下の直線和歌集に五種が再録されている。なお、五州岩家集の双乱本の聖書を依頼された際に、自分の和歌作品が一種しかいる首していなかったことから、勝手に二首を書き加えたところ、 発覚して書き直しを命じられるが、それに立腹して聖書の役を辞したという、苦行部人による、尊費文脈による、ありがとうございます。